新年明けましておめでとうございます。2023年、頑張っていきたいなと思います。はい、というわけで、皆さんこれいただきましたでしょうかね。新年の、年越しプレゼントということで、いつもありがとうございます。私はプロ野球スピリッツを応援いたします。というわけでね、ごま水が終わりまして、早速ですね、こちら契約書引いていきたいなと思います。ちょっとこの S ランク以外のやつはね、また別日にやっていきたいと思います。まず 10% の方からやっていきましょう。まあ何にも出ないですね。まあ 10% なんでね、これはしょうがない。A ランクの杉浦選手、はい、先発ですかね。はい、元ヤクルトの選手ですね、これは、ね、はい、まあ本番はここからですから、はい、まあどうにかね、S ランク選手が当たって、お、いいですね、幸先いいですね。あ、文字も、まあ金だったらね、いいな。さあ、もう一段、あ、いかないですね。ちょっと怪しいな。あ、割れない。でも、そうか、太田選手、あ、いいですね。一応今ね、B ランクの、一応マックス溜まってる太田選手がいますから、まあ、これで A ランクの選手が来たと。いうことですね。まあ次いけるでしょうね。多分ね。S ランクも。まあ何も出てない。ちょっと怪しいですね。出てたけど、もうカットインも出ない。おっと、割れもしないかこれ。割れもしない。ってことはこれ、A ランクの今川選手ね。北海道ファイト。もともとファンということで。まあ次、さすがにね。これは行きますでしょう。ここでね、いきなりカットインでもうなんか光っちゃったりして、あ、全然光ってない。おい、大丈夫かおい。ふざけんなよ。おい、いきなり死んでるからそういうのやめてくれ。ちょっとねえぞ、それ。それはね、もっとちょっと待て、もう、おい、ちょっと待って。あぶねえ、今プロ野球スピリッツに悪口言いそうになったの俺。あぶねえ。こういうことすんの、新年から。いや、ちょっとね、ちょっとしんどいなこれ。何この始まり方。はい、私は今決めました。福袋やります。もうやる気はないでしょ、新年からこんなことになっちゃってるんだから。やります。4連じゃない、これは10連だ。ダルスコアというで、これは福袋、まあ、S ランクはね、これ1回目でも1人当たりますんで。さあ、行きましょう。ここでね、しっかりこの先ほどのやつをね、取り返してくれるでしょ。光って、もっと光って。おっ、なんでいかねえんだ。ちょっと待てよ。ふざけんなって、本当に。いや、もう、そこでバッと当たって、ハーンってなって。あ、なんでし。ちょっと、なにこれ、普通に一人しか出ないパターン。ロドリゲス、ムービングファストボールがね。あ、杉野選手ね。懐かしい。杉谷選手、杉ノールの元になった人ですね。松田選手。もうセーブでね、連チャンします。あ、また松田選手。全然、もうずっと B だな。ずっと B。さあ、ここで S ランク、誰？さあ、森下、うわ、また先発か。ですよ本当に。
今年もは幸先が悪そうです。皆さん今年も頑張りましょう。